3月25日月曜日朝6時25分のホームポイントはゆるいオフショアで、いい感じのうねりは入りますが、今セットセットの間ですね、すね膝程度のうねりがインサイドでブレイクっていう感じですね。あ、でもここにこれだけうねりがあれば近場で乗れるポイントあるかもしれません。オンポイントの右もかすかなオフショアでいい感じのうねりは入りますが、ロングでもテイクオフは厳しいって感じかな。テイクオフぐらいはできそうですかね、見れる。あー厳しいですね。今とってもいい感じのうねりが入ってます。おー、もうこれならショートでもテイクオフはできそうですね。おー、いい感じですね。気温は4度ぐらいしかないですね。肌寒い感じがします。